じゃあちょっとあのウズベキスタンが白、うん、でオマーンが赤で 2-1 でウズベキスタン勝ったと、うんうん、で なんで僕今回検査読んだかっていうと、あのオマーンのピム・ファーベック監督が、うん、はい、大宮の時、大宮の時99年時の選手と監督、選手監督、はい、まあそういうたまたま、まあ、検査をもともと呼びたいっていうのもありましたけど、まあ、ピムさん監督だっていうのもあったので、うん、でちょっと声掛けさせてもらったんですけど、うん、だ逆に言えばピムはその、はい、僕の先生、ああ本当にいろんなことを学んだから、はい、その先生のチームってそうこの、まあ、負けてしまった試合なんですけど、うん、どう見ました？いや、 やりたいことは多分あるんだろうけど、はい、ちょっとその前話したけど守備のところが、はい、本当にこう最後の多分完成してるイメージと、うん、実際選手がこうプレーするものと、はい、ちょっとギャップがあるんじゃないかなっていうのは思いました。だいわゆるそのピムさんが、ケンさんが選手の時に教えてくれた守備とか、うん、いわゆるその頭の中にあるその方法2っていうのは、うん、すっごいシンプルにまとめると、例えば何を基準にとか、うん、どこでとかっていうのはなんか言えることあります？いや、もうボールとスペース、うん、はい、スペースをどういうふうに小さくして、はい、コンパクトにして、うん、プレッシャーをかけて、うん、カバーをして、相手が蹴ってくればロングボールを対応するっていう、うんうん、その自分たちからこうプレッシャーをかけて、はい、球をこう奪うっていう、はい、意図的に奪うってことをこう多分考えてるんじゃないかなとは、うん、思いますね。で基本的にだから、まあ、常にボールが中心になると思うんですけど、うん、ボールに対して、うん、距離を保つってことですかね。そう、ボールのサイド、ボールの周辺を、人を基準にするんじゃなくて、うん、そう、ボールのサイドに、はい、ボールのサイドのスペースを小さくして、はいはい、で小さいスペースのところで球を奪う、もしくはプレッシャーをかけていく。ケンさんがじゃあプレッシャーの時のことでいいんですけど、いわゆるそのファーストディフェンダーってすごい大事じゃないですか。すごい大事。そこが決まらないと2列目3列目ってまあ動きがつけられないんで、うん、そういう時ってどういう指導を受けてました？そのとにかく予測することと、そのボールの移動中にそのボールに寄せていく、はい、でそこはそのスピードを本当に求められてて、予測するスピードもそうだし、その動いてる間にボールに近づくスピードもそうだし、ボールの移動中、移動中に、そうだ、当然スプリントも必要になると必要になる、はい、でこの5番がどういうボールの持ち方してるのか、はいはい、そのどっち利きなのか、うん、どこを見てるのかで多分このボールの行方を、はい、7番にしろ15番にしろ23番、はいはい、みんなで予測をして、うん、ボールに詰めていく、うんうん、そういう部分が多分このウズベキ戦ではなかなかこの5番15番19番の子に対して、はい、7番10番が、はい、そういけてなかったなっていう。でもそれってあれですよね、大会前のオーストラリアに 0-5 で負けた試合も全く同じで、その時ウズベキスタン結局この試合何したかっていうと、アンカーの19番おりましたよね。おりました。でサイドバック少し出て、うん、まあ、ヒュッヒュッと入ったと思いますけど、うん、方がちょっとこうなんでしょう、同じレーンにね、うん、2人並んじゃうみたいな時ありましたけど、うん、まあ、スタートのところをだから引っ張って1枚多くした時に何ができたかって話ですよね、うん、そう、この3枚で何ができたかっていうのもあるし、僕が見た時にやっぱ人を結構意識しちゃうなっていう、うん、だから簡単に言うと、ね、ボールが例えば移動した時に動く相手のインサイドアウトについちゃって、うん、真ん中にこう、ちょうど僕とね、A さん映像で、うん、僕ツイッターにも上げたんですけど、はいはい、見ました見ました、うん、だからもうこの守備を見た時に、うん、ちょっとこうピムさんらしくないというか、うん、求めているものとは違うのかもしれないなっていうのと、うん、まあ、オマーの選手はやっぱり 人をね、うん、捕まえる方が、まあ、好きだし、うん、得意だしっていうところかなっていうのが、うん、僕はオーストラリア戦を見ても感じたし、うん、だからそういう意味では守備の方はあんまりなんでしょう、機能しなかったですかね、オマーンで言えばね。そう、うん、そうだと思う、そうだと思います、はい、で一応それを多分見越してやったのかなって気がしますけど、いや、やったと思います、それは、はい、やったと思う。だから1得点目は皆さん見てないんですけど、脇から運んだんですよね、2トップに対して、まあ、3枚で動かした時に脇から出てきましたけど、先に動いちゃいました、うん、動いた先にね、先に、そう、先に動いた時にここかな、ボールがセンターバックの間に入っちゃいました、うん、入っちゃった。もう一回やりますよ、動いた時にさっきの
多分源さんの言葉で考えたら、うん、どこなんですかこうなった場合。まあもうこうか、うん、ツートップがずれるか、うん、予測して出るか。いやここは出れない出れない出れない。あまあ多分3枚だったら多分この時にここが狙ってるか、うん、でも狙ってなかったです、ね。狙ってない、うん、狙ってないからもう多分こう下がるしかないわ。うん、多分 こうなるしかないと思う。だけど先に外に出ちゃった、ね、出ちゃったからここにで運ばれた時にまあついてきてたら、うん、で俺が真ん中行って、うん、でフリーキックで失点失点。だこういうなんでしょうね、ボールを奪うきっかけをどうやって作るかっていうところは、うん、ちょっとこう曖昧っていうか、うん、存在しているのかも僕はちょっと分からなくて、うん、そのもの自体が、うん、で共有もしきれてないのかなっていうのと、うん、やっぱり選手がなんかこう自分の近くにいる人に、まあうん、捕まえたくなる、捕まえたくなっちゃう、うん、なっちゃうし、それが多分良さ良さなのかもしれない、うん、そう良さだとすると、うん、なんだろうな、そのピムさんのね、うん、持ってるその方法論がどれぐらいこの選手たちに、うんまあ、効果的なのかなっていうところが、まあ、難しいのかもしれないし、うんそうだ、だからここだよ、だからね、こうしてそう、どこをっていうところが、うん、そのスペースじゃなくて人になっちゃってたんですよね、うん、選手の頭が、うん、だ先に動いちゃって会いたいとかっていうのは、まあ、ありましたと、うん、でこれはちょっと一つ多分守備の特徴としてあると思う、ありますね、あると思う、はい、で次攻撃、うん、攻撃どうでしたか。攻撃は後半 0-1 でハーフタイムを迎えて、うん、後半相手が、はい、まあ、多分同じそのまま来るんだろうということを想定して、はいはい、多分だけどその立つ位置をおよそ決めたと思うんだよね、はい、ね、10、はい、で一つ特徴とするとあれですね、右のサイドバックを出すって11番で右の中盤の選手が降りて斜めに降りて、6番ここに。前半はこの10番アルハルビ、アルハルビ左利きの選手、すごい選手、結構これ、ね、ミドルゾーンでこう、うん、フリーで動いて、うんまあ、パンと見た時にヒョン、ヒョンと出してましたね、すごいボール出してた、効果的なボールね、うん、だから僕はその何でしょう、一つまあここを押し出して、まあ、相手も押し下げるとか、うんまあ、その時に多分内側を取らせるとか、そう多分そうだと思う、でそのきっかけ作ってるのはこの中盤の右だと思うんで、うん、これはまあ前半からずっとやってましたから、うんあとは前半は自由に集まってたボールが後半はもう本当に右から始まって内側入れて、うんまあ、前に行くと、うん、もちろんここのねあウズベキの13-11の縦のラインが、うん、なんか連携全く取れなくなったんで、うん、これも見ててちょっと不思議だったんですけど、うんうん、ずーっとこう手を打たずだったから、うん、だからそういう意味ではオマーンもいっぱいチャンスあったと思うんですよね。すごい作ってたね後半はね、うん、いっぱい作って、うん入ってとか、うん、あとはまあこの15番の選手ね、うん、今日も多分出ると思いますけど、もうちょっとこの、まあ、僕はその外、内、中でやりましたけど、うん、内のと右の内のところでボール受けたときに、うん、もう少しなんかこう判断の質が伴っていれば、うん、チャンスあったのかなと思いましたけど、うんまあ、一つ多分特徴でいうところですね、2-3が降りて、そうそうそうここにね、右がちょっとローリングするの、うんうん、で10が後半はそう、数が前半こうだったけど、はい、ここにそうですね、13、はい、多分こういう形で、はいはいはいまあ、逆に言うと後半あんまりボール触らなかった、触れてない、触れてない、ただまあ全体としては右からこう、うん、入ってからかなり作れたんで、うんうん、でここだよ、ね、7番の高さがあるじゃないですか、ある途中で変わっちゃいましたけど、うんまあ、変わった選手も高さあったんで、うん、前半から結構そういう意味ではポジションバランスがいいので、うん、出た時に一回ね、すごい、うん、いい感じでしょ、クロス結構今らすごくいい、すごく、うん、だそれではまあ何でしょうね、どちらも守備では少し課題があって、うんうん、前半はウズベキスタンの方が攻撃でいい局面があって、うん、後半は僕はオマーンの方が攻撃で、うん、いい時間がなくて、うん、でどちらも実はその守備で相手をこう抑え込むっていうか、うん、流れ変えることはできずに結果的にはまあフリーキックから壁の左側をね、低いボールが抜けて入っちゃうっていうのと、まあカウンターですよね、カウンター、そう攻めてて、失ってここ右外で捉えて、うん、外から内でカンカンってセンターが入れ替わって入れ替わってって、まあ、でここもまあキーパーのところがオマーは、うん、ちょっとね何とかできたかもしれないんで、うん、だからちょっとキーパーの
ところが今回アジアカップ見てると、うん、まあ、キーパーのレベルやっぱりそんな高くないなっていうのは、うん、このチームの他も、あ、そう、そういう意味ではまあオマーンも十分なんだろう、勝てた試合かなという、うんうん、特にね後半はもう、はい、多分狙い通りだったと思う、まあ早いですし、うん、とまあ単独の突破もできて、うん、彼も同様ですね、うんうん、まあ、こちらも左足、そうこの関係はすごく得点があった時はもうヒャーンって出ましたし、うん、ここもそうそう、ここからね点取った、まあ、内から外もあるみたいなところが良かったんで、うん、まあ、どのスタメンでいくかまだちょっと分かんないですけど、うん、まあ、とりあえずその初戦はこんな戦いでしたっていうのを先に動画に撮って、まあ、アップさせてもらいますので、また試合前の、30分前から、はい、また実際そのメンバーが出て、うん、で日本とオマーンについてちょっと話してから、うん、いざゲームに入ると、そういう形でいきますので。